第4節「タイプ C 症候群 C 型性格」最近でではがんにかかり安い性格をタイプ C 症候群または C 型性格と呼んでいます C はがんキャンサーの頭文字ですこれに対してわがままで自己中心的で協調性がなくまた何事にも積極的で活動的な人はタイプ A 症候群と呼ばれ 心心症やや筋梗塞にかかりやすすいい事実が知られています A は狂心症、アンギなの頭文字に由来します。タイプ A 症候群はワンマンな社長などによく見られる性格です。がんにかかり、安い性格とは要約すると以下のようになります。A、怒りや不満をうまく表現できない。生きていると誰でもいろいろの。 怒りや不満が生じます多くの人は適当に怒りや不満を表現することによって周囲に自己の感情を表現し発散するのですががん性格の人では怒りや不満を感じても口に出して表現せず心の中にしまい込む傾向があります要するに人によく思われたいという善人の仮面を被っているため周囲からは 控えめな非常に良い性格の人であると思われていることが多いのです。言いたいことも言わずに我慢していると、ストレスがたまるのは当たり前と思われます。昔から、憎まれっ子、世に羽ばたるという格言があるのは、いつも言いたいことを言い、大放題に行って、怒りや不満をためない方が、周りからはよく思われなくても、 精神衛生上は良いということを示す格言だと思います。収容のできた人は怒りや不満を心の中に抑え込むのではなくどのような時でも怒りや不満自体を感じなくなると言われています。B 自己嫌悪と自己不信が強いがん性格の人は自分自身が成し遂げたものを評価しない傾向があります。これは 神経症ノイローゼにも見られる性格ですが眼性格の場合はその程度が神経症の場合より強いようですこのため自分の存在を積極的に主張することはなく自分自身を守るために起こることさえもうまくできなくなるようです昔風に表現すると電信柱が黒いのも郵便ポストが赤いのも みんな私が悪いのよというような性格になるのですし人生に生きがいを求めてもどうせ失敗に終わるという絶望感が強いがん性格の基本的人生観は人生の生きる意味すなわち生きがいを見出せない性格と言えます人生ではどんなに努力してもどうせ大した意味はないとか何をしてもどうせ失敗して絶望するだけだと考えるようです このような生命感の根底にある情緒を一元で表せば絶望であると言えます。だからあなたは何に生きがいを感じますかとかもしあと1ヶ月しか生きられないとしたら何をしますかというような質問をされても明確に答えることができないようです。これは精神病のうつ病によく似た心理状態ですが。 うつ病よりさらに深い絶望感を持っており人生に対する強烈な執着や欲望が欠けていると考えられます D 過去に人生の目的意識を失うような経験をしていることが多いがん性格の人は過去に生きがいとなっていた人間関係の喪失がありそれ以来その打撃から立ち上がれない状態にある人が多いようです親との死別 配偶者との離婚や私別、失恋、子どもの成長や独立失業卒業などはある程度の人間関係の喪失を伴いますがその喪失感から回復できず新しい人間関係を見つけられず孤独感に陥っている人が多いようです。